花尾さん、殿下さん、こんばんは。こんばんは。チャンネル登録はしてませんが、いつも隠れて見てます。ぜひしてください。お願いします。してください。私は A カップ女子で、いわゆる貧乳教信者でございます。なるほど。でも私の周りにいる友達たちはみんな巨乳ばかりで、その友達が3人並ぶと、日本アルプスならぬ巨乳アルプスと呼んでおります。ひだしと若いしみたいなね。彼女たちは、体育の時にいつも大きな山脈を揺らして走ったりしていて、正直いつ噴火するのか分かりません。なるほどなるほど。そこで疑問に思ったのですが、はい、G カップくらいある巨乳の人って普通の人に比べてどのくらい運動能力が落ちるのでしょうか。なるほど。これって花火屋の種になりませんか、ということで検証をお願いいたします。この花火屋の種、言い換えるとこういうことになります。はい。巨乳になって一番記録に影響が出る種目は、なるほど。はい、なるほど。ちなみに私の好きな女性のタイプはですね、日焼けして脱いだらブラジャーの跡見えるって、あれが一番好きです。あ、それでは VTR どうぞ。実際にやってみた。今回使用するのは尼崎市ベイコム陸上競技場。36度の炎天下の中、熱中症に注意して行う大乱闘スポーツブラジャーです。どういう種目が女性の胸によってどれだけハンデがあるのかというのを我々が実際に検証するということをやっていきたいと思います。プレイヤーはですね、ここの真ん中4人、こちらの2人はですね、計測員、ドミノさんが実況で、で今回ね、実際ね、女の人はどう思ってるのかっていうのを、ね、解説してもらうね、我々の G カップこと内田美穂さんもね、呼んでいます。よろしくお願いします。それでは今から皆さんの衣装をお渡ししたいと思います。はい、今回は小麦粉と水で 1kg の G カップ巨乳を生成した。では G カップを授与します。若選手、はい、これがあなたのおっぱいです。ありがとう。はい、はい、はい。レンガー選手、はい。名前はなんて読みますか。田中由里。田中由里選手、はい。おっぱいです。ベイマッチ。それでは着替えてきてください。お着替え中。ではですね、早速お楽しみの選手入場です。さあ、続々と入ってまいりました。立派なおっぱいですね。立派なおっぱいです。でもですね、今回のアーティスト誰かレフリー、レフリーじゃない、ドクターを。ドクター。あんなに重いんですね。そうですね。あの話に、よりますとですね、はい、右胸、左胸でそれぞれ 1kg ずつあるらしいんですけども、合計 2kg でだいたいチワワとかポメラニアンぐらいらしいんですけども。あら、愛おしいと思いました。あ、よかったです。ありがとうございます。それではですね、まあ、選手紹介とさせていただきましょう。はい。同志探偵、スタイル抜群、その姿、8頭身、10頭身、いや、4世頭身、和田選手。続きまして、赤本大好き社会人、それはもはや高校7年生、キム選手。学生時代は陸上部、筋肉がマッスルマッスル、伝願選手。筋肉がマッスルマッスル。はい。下半身の部分はなるべく映さないようにお願いします。はい、よろしくお願いします。注目のですね、50m 走が始まるようです。はい、注目の開幕です。
ました。出ました。あ、和田選手左手で押さえている。あれはどうなんですかね。手で押さえちゃいます。やばっ、待ってこれガムテープで締め付けられてるからちょっとクッソしんどい。しんどっ。続いての種目は上体運動ということですけども、はい、うわここピットですよ、こここの背景画像がもうなんか想像つくもんかな。よーいスタート。なりました。両者ですね、多分今まで経験をしたことのない重さでですね、驚いているよね。そうですよね。あ、でも岸選手結構いいテンポですね。あれが正解ですね、一番。あ、連覇選手こんなに走りました。これは今まで経験したことのないものが正解ですね。終了。好奇心の方がね、勝ちました。勝りましたね。キム標準記録35回、念願の記録22回。次行きます。よーいスタート。始まりました。10、終了。我が記録33回です。田中ユニ記録33回。始まりますね。あ、いよいよ。はい、 100×4 です。 400m リレーです。 100m 全力疾走ってもうなかなか、はい、そうですね。ちょっとパイが落ちませんように、それを祈るばかりですね。はい、頑張ってくだパイ。作戦ですね。自分で持ってるものは、あれ、たくみさんですか。コントロール中ですかね、もしかして。はい、操作、代理操作で操作操作、たくみさんが当たりました。当たりましたけど、あ、でも早いですね。早いですね、足が。普通にシンプルに早いですね。腕押さえてませんね、もうね、これね、自分のものにしてます。早い、早い。あー、早い。父は落ちたら回収しなきゃいけません。大きいタイムロスです。今ゴールイン、惜しかったですね。そうですね、やっぱりちょっとポロリありましたね。はい、ポロリしちゃうと使い物にならないので、うん、一番できれば避けていただきたい、はい、けどダイナミックには揺らしてほしい。矛盾ですね。そうですね、矛盾が男性を喜ばせるのかもしれません。なるほど、奥が深いです。ありがとうございます。はい、続いての種目は、ハードル走とのことですけども、ハードル余裕のポーズですね。始まりました。始まりました。意外とですね、目の前ですね、ハードル高いんですよね。あ、すごい華麗に、体軽いですね、キム選手。今ゴールイン、早い。もうね、我が身。あざす。シュッ、おっぱいが落ちません。やはり暴れん坊将軍ですね。そうです、もう暴れちゃって激しい腕に耐えれない。耐えれない。あ、俺発見したんですけど、そのカップ数の大きさによってその適切な揺れというのがあって、それよりも足が速くなっちゃうと噛み合わないと言うとしたから。あー、なるほどなるほど。どんだけ早くしても理想パイずれるみたいなのありますよね。そうだから、そうパイ言いたいだけやん。いやいや、でも今日一の名言ですね。そうなの、これが本当のパイずれ。共鳴だけにって言いたかったんですよね。ごめんなさい、そして失敗しました。パイだけに。ちなみに、映ってる時は結構胸意識した状態をポーズ撮ってるんで、ちょっと胸張り目に、胸張り目に、おっぱいをよく見た目にはやっぱこう取るのが大事。なるほど。じゃあブリッジとかしたらいいってこと。ブリッジ、ちょっとやってみてもらっていいですか。わかんないですね。わかんないですね。やはりね、見てみないと。あー、もうお腹の怪我ですね。目に入ってしまった。お腹の怪我だね。腹筋つった。腹筋つった。オーナー跳び、オーナー跳び、順番に入らせていただきます。あ、おっぱい、常に一つ、6倍
失敗しました。あー落ちた。あー3敗落ちてる。引っかかりが生まれます。あーちゃー。 Oh my god! Oh my god! Oh shit! やばい、やばい。あーやばい、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 やばい。ただいまの記録25回と。はい、いやばい、25回。いやでももっといけた。俺学生の時50とか飛んでたもん。ちょっと悲しいですね。悲しい、めちゃめちゃ悔しいですか。ではですね、はい、特別にですね、はい、2分の倍チャンス、2分の倍、つまりですね、あの1分37秒の間に、はい、ただねさんと一緒にですね、どなたか一人が向かい合って飛んでいただいて、20回飛べればですね、もう一度チャンスを差し上げます。おーおい、久しぶり、久しぶり、お待たせ。おい、寝てる、大丈夫かね。あの時の定期テスト以来だね。ほんまやね、元気だった。君、成長したね。心配。マジ普通にガン見してもうた。やー、ドン、ドン、シート、ドン。13年ぶりに会ったけど、君がね、大人になりすぎて、僕ちょっとね、どこ見ていいか分かんなかったよ。あら、参加者だけなのにね。さあ、はい、ようやくですね、はい、最終種目に参りました。いよいよですね。はい、次はですね、400メートル走でございます。競うんですね、一人ずつ。はい、ではですね、始めていきましょう。一列高い審判の声でスタートを切りました。あー、そうね、ここでまさかの和田選手、まだボロリしてるのか。初ボロリが出てしまいました ね。ここに来て、あ、力を温存してますか。温存してましたかね。一番ボロリをしていた選手がボロリしない。あれ、連合選手が失速しておりますか。15秒目標にされていましたが、もともと高校時代は中距離の選手ですが、女子陸上選手が帰ってきました。帰ってきた。あー、ひどい、ひどい家だ。ひどい家。コンプラとのバトルゴール。あ、ここに来て、イエス。あー、いいチーム。サイン、50歳のお母さんが帰ってきました。あ、最後に、最後に見せてくれますね。お疲れ様でした。いいレースでした。結果発表よ。今回ですね、通常時と G カップ時で比較してですね、はい、平均の差を取りまして、で各種目のそのバラつきをですね、まあ、鳴らして集計いたしました。美形だな。差が大きい順に1位、2位、3位と。なるほど。要するに胸の影響がでかいスポーツってことですね。やつが、はい、その、まあ、ナンバーワンです、ね、ナンバーワン、ナンバーワンなんです。ナンバーワン。では3位から発表させていただきます。はい、3位、入江でございます。おお。続きまして、第2位、ハードル走。おお、飛びがある。ということで、はい、第1位の種目、はい、400m 走。なるほど。あー、まあ、妥当な、妥当な、はい。まあ、ここでですね、補足情報がございまして、はい、状態起こしなんですけども、記録がですね、通常時の方が減少しております。なんと。だからそれ多分、取るそうね、普段感じてない胸を感じてるからだ。確かに。こちらから見ている限りですね、皆さん、カウントするとき胸がある方がちょっと楽しそうだったかもしれない。ということでですね、はい、本日の差が出るナンバーワン種目は 400m 走でした。こうしてこの世界にまた一つ新たな花火屋が生まれた。巨乳になって一番影響が出る種目は400m 走。おお、なるほど、まさかの。いや、本当に、まあ、まさかまさかといろいろありましたけども、その中でも長距離系の 400m 走と、
あ、ちなみにですけども、はい、解説で来ていただいた内田瑞穂さん、はい、あの方に聞いたところですね、はい、一番はマラソンなど走る運動がやりにくかったと。あー、じゃあ、ということなんで、まさに検証通りということになっております。で、なぜですかと聞いたところ、うん、走るだけで注目を得てしまって男子も揺れてる胸を見に来てたのでとても恥ずかしかったですというというあの解説の内田さんからの意見がということで、内田さん、今回わざわざ呼んで、呼ばせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの花びらの種何分咲きでしょうか。